こんにちは、小林食品の名取です。今日はナスの揚げ浸しの作り方を紹介していきます。では実際に調理を始めていきます。まずはナスのヘタを切り落とします。で水で洗って、はい、水で洗ったら、横に2から3等分に切ります。はい。そしたら縦に半分に切りまして、はい、そしたらですね、皮に斜めの切り込みを入れていきます。そしたら、次にフライパンで素揚げにしていきます。油に入れます。油に入れて、全体にまず油をなじませます。はい、皮が紫色、で果実の部分は、綺麗な黄色になるまで、揚げていってください。素揚げが完了したら油から出してキッチンペーパーで、油を吸ってあげてください。はい、では最後に浸すつゆを作っていきます。今回はめんつゆ使って、作ります。めんつゆ種類によって、希釈の倍率が違いますので、適当な製品によって違うので、その製品に応じた、割合で薄めてください。はい、あとはその中に揚げた素揚げしたナスを入れていきます。はい、こちらで完成です。このまますぐ食べても、美味しいですけども、冷蔵庫で、1時間ほど寝かせると味が染み込んでより美味しくなります。こちらがナスの揚げ浸しの完成です。お好みでネギだったり、かつお節かけてもより美味しくいただけます。はい、では実際に食べていきます。いただきます。前回紹介した、煮浸しよりもですね、揚げていることで、ナス柔らかくなっておりですね、味も染み込んでいて、とても、ジューシーな味わいになっています。また鰹節を乗せることでですね、香りだったり風味がより、引き立っていて、とても、美味しい一品となっています。こちらも、簡単にできるので、ぜひご家庭で作ってみてはいかがでしょうか。今日の動画はこれでおしまいです。ありがとうございました。